続いて右方向トキ方面です。まあ何それ、何それ、もう渋滞はしょうがない、ゴールデンウィークだからね、もう諦める。ここから 1.8km の渋滞が発生しています。 1.8km しかないじゃん。5分ほどかかります。いけるいけるいける、うん、全然いけるわ。こんにちは。はい、こんにちは。元気ですか？元気です。やらんければよかった。重いぞ車が。今日どこ行きますか？今日は田舎の風キャンプ場に向かってます。はい、長野県の田舎の風、うん、そうそうそう、下稲郡。たけちゃんが張り切ってゴールデンウィークの予約取ってくれました。でも昨日聞いてびっくり、結構料金が高くてびっくりしました。2泊で16,800円でしたっけ？15,800円。15,800円、ちょっと高いですね。ちょっと高いですけど、まあゴールデンウィークだからね。すごい細い道進んでいきます。アドベンチャー、何にもない。アドベンチャーこれ。本当だね。そう、田舎の風。左です。よっしゃー。来たぞー。どこだ。左です。うん、そうだね。やべえな、これ楽しくなってきた。あー、ここね、 YouTube で見た。ここ渡るの？これ渡る、渡れるの？あ、そんなに狭くないか、うん、ここがよっぽど狭い。こっち受け付け、もう設営完了しました。ちょっとまたポールが折れて大変でしたけど、すごい親切なオーナーさんが直してくれて、なんとか復活しましたね。どんな感じ、どこだっけ。めっちゃ親切だったよね。
ここにこことここの連結部が折れてるんですけど、塩ビのパイプこの折るより径の太いやつを入れて、まあ、あとビニールテープで固定してます、ね、もう帰ろうかと思ったよ私は。テント借りる。じゃあ中を見ていきましょうかね。ちょっとまだねごちゃごちゃ系ですけど、新しいラックをね、うん、買うんだからこういう感じですね。パパさんにもらったのつけましたよ。ありがとうございます。はい。なんとか設営も終わって、ね、終わりました。ああ疲れました。とりあえず夜ご飯準備していくんですけど、今5時半です。5時半、いい時間。じゃあ乾杯しましょう。はい、乾杯しよう。こっちがいい。今日これがあるんですよ。お、何それ。これはニューアイテム。ニューアイテム出ましたね。これは、うん、ワンパクじいさんが、うん、あの動画で出してて、うん、めっちゃ欲しくて、うん、すぐ買いに来ました。意外と見つかったよね、簡単に。これいいですよ。よし、はい、じゃあ今日はこれで、うん、あのウェイってやります。おい、よし。じゃあとりあえずお疲れ様。お疲れ様。はい、乾杯。バイバイ。ウェーイ。ウェーイ。しょぼい。しょぼくないなんか。あ、うまっ。パクさんがやってたかもしれないね。うん、美味しい。もう炭やっちゃっていい。え、たけちゃん、これ紹介してください。はい、これは、こちらユートピア大先生にいただいた黒胡椒線です。あとタレ、原タレももらいました。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
でこれずっと取っといたんで、うん、食べたかったけど、うん、今から食べたいと思います。よし食べよう、はい、こんな感じの大先生、うん、大好物なのかな。いただきます。はい、いただきます。ありがとうございます。うん、あ、美味しい、うん、すごいやっぱね、うん、胡椒がアピールしてくるね。美味しい、腹ペコです。うん、お昼食べてない。ビールを含む。トイレ乾杯する。ん、はい、ウェーもくもく。すごい風が強いんでめちゃくちゃ燃えますね。煙た。俺がね、うん、小賀さんよ。めっちゃ大きい。ういうまそうだな。いらん、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 いらんぞ。顔はいらんぞ。映ったよ。顔はいらん。視聴回数増えちゃうぞ。うん、お、ソーセージを見つめる女。何それ。ソーセージを見つめる女の動画。美味しそうだよ。これで視聴回数増やす。美味しそう。原タレ。あ、これ原タレか。うん、よし。うん。うん。甘い。うん。甘いね。うん。あ、うん。結構ね、ニンニクが効いてて美味しい。うん。リンゴが入ってんだよ。あ。だから甘いんだ。うん、うん、美味しい。玉ねぎが甘い。え、でもタレも甘いでしょ。タレ甘い。うん、うん、サラダもうまいね。うまいよ。このウィンナー、うーん、これすごいよ。めっちゃごっつい、このウィンナー。そう、うん、これちょっとケチャップやったら美味しい。うん、あ、うん、あ、ジューシーだな。めっちゃごっつい。うん、美味しそう。うん、食べよう。ビールはない。待っとくわ。待っとく。ビール食べて。一緒に食べようよ。待てる女だよ。待てる女。本当？うん。今日は待つ。はあ。チューハイが美味しいもん。よいしょ。はい、どうぞ。はい。これ白桃山のタレです。うん、白桃山って言った？さっき、うん、言ったよ、多分。言ってないよ、多分。いただきます。はい、ドボ漬け。
あ、うん、カルビ美味しい、うん、うまい、めっちゃ美味しい、うん、いいよ。うん、うまい。めっちゃ柔らかいんだよね、うん、熱いのに、うん、やばい。ひっくり返して、今返した、めっちゃ気に入る。源たれ焼き、名誉おにぎり、意味や。なんか入ってる、うん、塩、うん、何がうまいって、ゲンタレうめえ、ゲンタレが美味しいです。これゲンタレじゃないよ、これゲンタレじゃない。たまに浮気します。いいよね。あれ何雲っていうの、あれ。イワシ。イワシ。サバ。サバ雲。サーモン雲じゃない。え？サーモン雲。ほらサーモンみたいな。あばら骨雲で。入ってんの。あばら骨雲。うん。サブ。これはだいぶ違う。そっか。うん。手が冷たくてそうなんだ。これね、あったかいでしょ、うん、冷たいもの。軟骨、ここの軟骨もね、美味しいんだよね、ね、鶏軟骨。めっちゃあったかいです。うちが勝手に頼んだらタケちゃんが怒ってたのに、タケちゃんが寒いって言ってつけました。これよりいいやつがあるって。いや、これかわいいじゃん、これいいですよね、うん、これで絶対かわいい。これが CB 缶のカセットガスストーブ、これもそうだよ、これもそうだよ、この紹介をしてる。いやー、めっちゃあったかいです。これ今日、今回これみや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 、見てください。今回暖房これだけです。開けてもくれてもこれだけで。勝っても負けても友達。はい、消灯。消灯時間。あとお肉がこれだけです。まだこんなにあるやん。タケちゃん、今から盛り食いします。よし、うん、うまっ。うまいね。うん、うん、早くもっと食べ。うん、うん。